演舞開演。どうも、本日は久しぶりにこのハイ元気くんのお友達プレーン味を食べてみたいと思います。でもハイ元気のプレーンってあのひどいのやつじゃないんでしょうか。なんであえてプレーンなんていう名前をつけてるんでしょうね。なんか不思議です。はい、中身はこんな感じです。では食べてみたいと思います。君たちの場合、直球でも変化球でもあまり変わらないよ。プレーンなのでいつもの深緑ではなく灰色でしたが、いや灰色でもなかったか。どうにか味は通常のやつとあまり変わらない。玄米の味の苦味が効いている感じですね。見た目以外変化がないような、そんな感じでした。健康食品ならこんなもんなのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。